旅するからな。夏だろうからな。確かに。かき氷の旅。かき氷の旅いいじゃん。なんか楽しそうだよね。ねえ、なんとなく。そうだけどね。楽しそうだけど、ただ大概きつくなってるの。すごい何杯も。いやビンゴ、かき氷ビンゴね。何？かき氷9マス味。うわかき氷いやそれちょっとアイスも入れてくださいよ。じゃあそこだからその救済処置ね。そうかき氷だけはちょっときついな。アイスもお願いします。どういうことなんだろう。あのブルーハワイ、イチゴ、あのメロンとか、それめっちゃ面白そうじゃないでも。面白いけどかき氷だけは僕ちょっと食べればいいと思う。そうそう、いやきついな。だから9、まあビンゴね。小さんかき氷嫌いなんですか。いやそんな食べれないっていうことで。レターだみたいなこと。9でしょ出たら。9かき氷はきついよ。かき氷、まあ、3人いるからさ。別に3、3？いやいや結構だよ3じゃね。かき氷アイス、いや高い、かき氷高いよね。高い、1000円ぐらいするよ。ちゃんとしたとこ高いよね。そうそう、美味しいけどね。食べたかき氷ビンゴいいじゃん。かき氷ビンゴ、かき氷ビンゴやろ。旅ね、楽しそうじゃん。楽しそうでもある。縛れ千葉じゃなくてよかった。そもそもかき氷九州あんのかっていう。お祭りとかね、屋台があったらさ、それあって、ね、まああと専門店みたいなところ、そうそう行って、もしかしたらそれは千葉じゃなくてもいいのかもしれない。そうだね。それ別にラーメンとかでもいけるよね。あ、そう、すごいもの発明しちゃったじゃん。ラーメン辛いけど ねビンゴ、ただの大食いになっちゃう。1日で何ビンゴいけるか。豚骨、豚骨醤油ね、醤油、味噌、ジローとか言って。食えない、全然食えない。そうなんだよ、誰も食べれるやつがいない。だから1点で1杯だよね、1人1杯で。1人ぐらい欲しい。3点終わりじゃん、もう。だ1日3点、ほんと1日かかるね。ちょっとやりたいな。まず、高橋さん1人ずつやってみる。なんで俺1人なんだよ。なんで俺ソロ。パイロット版ね。え？ 1人で。確かにパイロット版。パイロット確かに。パイロット版それは取らなくていいからね。パイロット版それでいけるかどうか言ってもらえる。いけるかどうかじゃないの。いけましたで終わり。でやんないじゃん。それでいけそうです。絶対詰めてればやるんで。めちゃめちゃ AD 検討します、検討します。めちゃめちゃ AD。 イベント楽しみですか。イベントね、楽しみよ。日付とか言われてないかもしれない。ちょっと歌を歌わないから、その回毎節やるから歌を歌わなくていい。毎節やるから歌いたくないんだな、本当に。毎節やってもいいから歌を歌えない。お願いしますわ、歌ってよ。歌ないんじゃないの。ん、歌毎節やる、毎節。何毎節って。いやいや、みんなで一斉に出てわーでしょうか。なんで一人先前出てるの。みんなで一斉に飛んでしてわーでしょ。普通は。なんで一人先出てるんだよ。毎節毎節歌うなら毎節やるよ。歌怖いよ。お願いしますよ。歌えたとしてもお願いしますよ。口パクでいい。口パクソロパート振ります。口パクにしようよ全部。ねえ、みんなもちょっとアンケートどうよ。口パクでいいか。何言ってるか分かんない。口パクの方がいいですって言われるかもしれないよ。言われないです。演奏でもいいんだよ、おっさん。いいの、演奏。おっさん楽器できんの。いやいや、できないけど頑張るよ、おっさん。簡単なのならできそう。おっさん、昔のイベントでは歌ったんだけど。何、昔のイベント。どうせでね。そうそう。ああ、歌ってないの。シニット歌ってないんだ。え、何してたの。え、歌ってない、別に。普通に占いイベントやるだけ。あ、そうなんだ。うん。え、歌出してんじゃなかった。出してる、出してるでしょ。最近また新曲ができた。新曲できてんの。できた。あの、4年前に作ってたんだけど、うん、やっと PV ができた。超大作じゃん。それで最近出した。え、そうなの。そう、実はすごいね、みんな各々やってるから面白いですよね、そこ。おじさんはそこの活動今もやってんすか。まあまあやってはいるけどね。昔ほどだから、そこはもう一番占い師やってるんだよ、おじさんが今。あ、そうなんね。みんな個人でも活動し始めちゃったから、だいぶそういうことが好きな。皆さん占い師なんでしょ。あの、占い師がいろんなことやってる。トラックメーカーみたいな人。そうそうそう、トラックメーカー、音楽作る人。音楽作る人みたいに、普通になんか仕事、会社やってたり、デザイナーみたいにいたり。
げなんかいろいろやってるね。すごいね。みんななんかよくわかんない活動してるんだけど、気づいたら気づいたらなんか言わないでしょ、タコさん。じゃあここもそうなってくるんじゃないの。だんだんみんななんかいろんなことやってて、まあもうやってるけどね、今もそう。みんな占い師。みんな占い師なんだよ。なんなら乗ってもせるやってんじゃん、じゃあ。おのおのなんかやってくる、みんな。防御地してる。あ、あの、あれね。ツルツルのなんか、ね、何それ、ゼリーみたいな。すごい。知らない。ゼリー。大行地。あれじゃなくて、あの白い。美味しいの。白いプリンみたいなやつ。ああ。じゃあ次ちょうど小高の大行地って言ってる。あ、いいじゃん。ね、言ってんの。大行地。ゼリーなんですよ。食べ物？なんて言うんだろう。まあ、ゼリーみたいな。なんかその中華風ゼリー。ゼリーみたいな。うん、甘み系？まあまあまあ。まあまあまあ。ここまでね。酸っぱくはない。酸っぱいの。酸っぱくはない。余計な情報入れないでよ。分かんなくなっちゃったもん。余計な情報。スイーツのゼリーで想像させやすくない。いや、あんまないものを言うことって珍しいからさ。食べ物を言うときにわざわざないものをあんま言わないからさ。いや、ゼリーって酸っぱいイメージかなと思って。ああ、そういうこと。酸っぱくはない、ちょっと甘めのシロップに使ってる。なんていうの、ゼリーだね。シロップに使ってんの。すごい甘そう、新鮮で。そう、相当甘いよ、今俺の想像は。あ、じゃあちょっとそのさっぱりさせてもらって、そのシロップ。ダイエット系か。ではない。近づいてきたんじゃない。巣に行ける気がしない。ブス以外でマジで嘘終わんなくなる。持ち越しで下手したら。だったら他の行った方がいい。ニナだ。うん、ニナなら他行った方がいいよ。そうだよね、そうなるよね。他があればだけどね。これ何、30秒切らしちゃったらどうなんのこれ。また同じことでさ、理想銀行も。別の視点で、別の視点に。やばい。それは意味わかんない、マジで。それはね、やばいね。さすがに。マジで、どこ目指してんのかわかんないよ、ほんと。怖いね、なんかワンのかないのかわかんない。確かに確かに、なんか溶け込んでる。漫画だと怖いやつね。怖いね。怖い教団のなんかあんなのあったかな。シンボルね、急に立ってるやつだ。本当にそうだったらやばいから、ちょっと映ってねえからいいけど。この辺に住んでしょ、わかんじゃないの。なんだあの建物。日本人の救急車です。ああ、本当に病院ってこないで、なんか止める場所がでもねえな。めっちゃ薄いんじゃない本当は。ハリボテみたいな。ハリボテみたいな。クリケットみたいな。何に言ってんだろうと思ったのに、見てほしいな。あ、本当に薄いわ。え、何これ。何これ、駐車場。違うんだよ、なんか薄っ。思ったより薄かった。リアルになんか救急とか消防。ああ、そういう施設なんだよ。あ、消防センターって書いてて。へえ。いや、違う違う違うんかい。観覧車行っちゃうからね。なんで観覧車であれ横浜になったんだっけね。どこでもよかったの、あれ観覧車。確かどこでもよかったのか。この前はどこでもそうなんだ。だからワンチャン相模湖でもよかったってことね。そうそう、こっちも遠いけど。走った足なんだよな、結局。観覧車の場所が。そうか、真ん中にちょうどないのか、観覧車が。読売ランドって感じ。ああ、そうだね。でもあそこでも慣れちゃダメよな。結果一緒か。まあ言うて東京じゃね、あそこ。東京でもいいんだ、別に。ないのか、いいのか。神奈川縛りなかったか。なかなかない。今回別に出ちゃってもいいわけだな。そっか。はいはいはい。あくまでスタートが埼玉ってだけで。これスーパーアリーナ1個しかねえ。それは1個しかねえ。あれ埼玉ってもう1個ぐらいなんか大きいさ、ああライブやるとこなの。大きいライブやるかな。ないかな。スタなんかあったっけ。埼玉スタジアム、遊園地の方にあるよね、なんだっけ。あるの埼玉スタジアム。セーブドーム。あ、裁判あ、違うか。セーブドーム。セーブドームありそうなんかあるよね。セーブドームあるよね。あるある。セーブドームある。そこのこと。いや、俺なんか埼玉のライブ一回行ったんだけど、何だったの。
ったのかな、どこだったの、それスーパーアリーナかな、ソニックシティとかなったけど、なんかメアのピンとこないのかな、違いそう、日産スタジアムや、日産スタジアム、あ、なんかありそう、そんなのスタジアムめっちゃ5年あれ、神奈川か、神奈川か、埼玉アリーナ、あの、それ、埼玉スーパーアリーナの時ここつけてあげないからスーパーじゃないアリーナって、そうそう、絶対前にあんのはっていう時代的に、あー、ないな、武士さんがちょっと危ない、これだけ言ってるんだよ、一個もいつじゃん、武士以外にも6が出たら、ウッドベースやっぱ入ります、武士さんベースって普段こうじゃないですか、ウッドベースってめっちゃでっかいじゃないですか、こうやって弾く、それ何、ジャズの人の回試し弾きしようかっていう見つかんのかな、いや、言うともないんだよ、わかんないんだよ、楽器店には、ね、普通楽器店にあんのかな、わかんないんだよ、あともうそれで弾きに行ったとしてめちゃめちゃ冷やかしだよね、そうなんだよ、武士さん弾けないんだよ、弾けるならまだ、好きは好きだけどベース自体ね、うん、音かっこいいしね、クインディアの、うん、ピンジェットシーンとかよくやってたからな、なんか買わなきゃな、ねえ、ピックぐらい、ピックぐらいは買いたいベース用のね、うん、搬入じゃない、一本だから前だね、搬入じゃない、こいつじゃないし30分200円です、1回400円だ、まあ、だと30分ですもんね、まあまあまあ、ちょっとグラッとして、俺でもガチのやつがあったけど絶対止めれない、止めないね、あーだろうね、さすがに変なの時間かかるんじゃない、止めれても車で来る人もいるってことでしょ、確かにそうだよね、すげえ早いもん勝ちってことかも、かもね、あー、言うのか、電脳でもめっちゃかかるんじゃん、時間は関係者もやってないから、俺らみたいにやってたらどうします、追い込まれて全然出れないみたいな、ね、駐車場混みすぎて出れないみたいな、それにしては人気ねえな、え、5時3、5時間30分最大か、最大があります、最大です、安いですね、別に高いけど、はい、最大が、最大2000万、なんかレストランとかと連携してるの、あだから別に普通に、ああ、ガラッガラ、空いてる、空いてる、空いてない、ガラッガラ、空いてない、ガラッガラ、ちょっと、ガラッガラ出せんだよ、ガラッガラ出せんだよ、難しいな、なんで、なんでどこがいい、あ、今日なんもないんじゃない、やっぱ今日なんもないね、今日なんもないんだよ、早かったか、早かったかとか、なになになに、どういうの、マジで空いてんじゃん、マジで空いてる、関係者の方は埋まってるか、結構ね、埋まってたね、関係者の方が、だ準備中なんじゃない、なんかね、どこに止めたらいいんだ、確かに空きすぎててどこ止めていいか分からない、逆に怖い、逆に怖いね、なんか定期契約専用とか書いてあるこれ、えやばいじゃん、定期契約してないんじゃん、えこれは何、こっちは何、え定期契約、右側はなんか専用だ、コーンが止まってないとかいいんじゃん、あ、ダメか、え真っ直ぐは何、何これそこ空いてるからそこ止めない、まっすぐは大丈夫、まっすぐ止めばとりあえず、あ、じゃあそっちが止める、館内入り口めっちゃ後ろだけど、館内入り口後ろ、うん、真逆だよ、真逆、真逆、なんでわかんの、書いてあった、書いてあった、右入ってくる、搬入者だよこの先なんでこんな入り口、なんでこんな、右、まっすぐになってる、館内入り口、だからあっちだ、あっち、え右、右だよ、全員、右って書いてあるよ、バラバラだけど、あっちんじゃない、あっち斜め右前、うん、この辺止めていいよね、多分ね、あ、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、そこ入り口っぽいから、あ、ここは止めるか、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ここ止めていいやつダメじゃん、横あるある、はい、その横ある、はい、ほら、はいはい、はい、いいじゃん、いいよね、はいはい、一番いいとこじゃないの、これ、うん、普通は多分止められないやつだよ、うん、特別な人しか、特別な人しか、出演者とかさ、出演者関係者、特別な人しか、ここいっぱい入り口で、バレバレでしょ、ここ、エグザイルでいうあの淳さんとか、淳さんここ止めないよ、絶対こっち止めない、ヒロさんが止めた、ヒロさん止めた駐車場じゃないのこれ、違う違う違う、一般車のとこ止めない、ヒロさんも一般だもんね、一般じゃねえよ、あいつ社長でしょ、一般か、社長はもう、一般じゃねえ、社長は一般でしょ、社長は一般なの、社長は芸能人じゃない、関係者でしょ、めちゃ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 に関係者、上戸彩さんは
めちゃめちゃに関係者だよ。ここかもしれない。スーパーは関係者って言っていいのか問題あるよね。それ関係なし。ビップだろ。ビップでいいよ。招待。出過ぎだって言われちゃう。出過ぎだよって言われないよ。上戸は出過ぎろ。出過ぎた方がいい。出過ぎた方がいい。出過ぎた方がいいって言っちゃった。行きます。僕たちお願いします。海賊団と申します。